さあ皆さん拍手でお出迎えお願いいたします。改めまして、こちらが今回有与市原最終公開オーディションに進まれたファイナリストの皆さんです。近く地元の方々にこんな風にご覧いただける機会めったにないと思うので、本日は精一杯心を込めて演技をしようと思います。ちゃんとねご自身の間でセリフもしっかり言えてましたし、モノローグのねところのこの心境の変化の部分とかもすごくこう感情がこもってて、お上手だなというふうに思いました。私も人に勇気や笑顔を与えられる声優になりたいなと思っております。私の声で多くのお客様に来ていただけるように努めていきます。どうぞよろしくお願いします。スピーチも最初の第一声で元気な声を出してっていうところも含めてで、大変自分の中で皆様にアピールしたいとか、我々に聞いてほしいと思っているアイデアとか、そういったところをそんなに臆せずに出していただいたなとは思っております。私はそういう繊細な表現ができる声優になると決めています。自分で発信をしたり、またいろんな方のラジオを聞いて勉強もしたりしています。そこから人に声で伝えるということの魅力を知りました。とても聞きやすい声で滑舌も良かったので、聞いててすごい心地が良かったです。皆さんにいろいろ伝えられるように精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ドリーム声優オーディション2022有与市原グランプリは、エントリーナンバー3番小夏さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。グランプリに輝いたのは小夏さんです。使って実際言葉にしていこうっていう、そういった衝動ってのはとても重要だったりするんですね。そういったところがこうやってもう緊張感の中で思い切り出せていたので、大変素晴らしかったと思います。大感謝でしかないです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に